験を始めたいと思います。それでは最初に土井宇宙飛行士の方から、ご挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さん、土井隆夫です。おはようございます。いよいよ日本の宇宙ステーション希望の第一便の打ち上げです。今私たちは最後の訓練の追い込みをしています。今回のミッションでは私は3つの大きな仕事があります。一つはドム・ゴーリー船長、ボックス・ジョンソン宇宙飛行士と宇宙ステーションとのランデブーの飛行をすることです。2番目の仕事はスペースシャトルのロボットアームを操作して日本の希望のモジュールをスペースステーションに取り付ける仕事です。で、3番目の仕事は日本のモジュールが取り付いた後その起動を行うこと、またその中でラックなどのリコンフィギュレーションと呼んでますけれども、次の124のミッションのための準備をすることです。今まで私たちこの1年間非常に激しい訓練を積んできました。このミッション自体スペースステーションのフライトの中でも最も忙しくチャレンジングなミッションだと思いますけども、クルーが一丸となって成功に目指して頑張りたいと思います。皆さんからの多くの応援、本当に心から感謝しています。どうもありがとうございます。頑張ります。では関野さん、はい、どうぞ。今ご挨拶が終わりましたので、皆さんの方から質問を受けたいと思います。質問のある方は手を挙げていただけますでしょうか。久米と申します。これまでの訓練、1年ほどあったかと思うんですけれども、どのような感じだったのでしょうかということと、その希望の第1弾を打ち上げて持っていって設置するということに対する思いをお聞かせいただけますか。まず訓練ですけれども、やはり今回のミッション16日間のミッションということで、スペースステーションのフライトの中で最も長いミッションで、いろんな仕事があります。でそのために私たち1年間、この訓練を費やしてきたんですけれども、やはり、毎日非常に、たくさんのやることがあってですね、1年間あっという間に過ぎた感じがします。でそれから、スペースステーションの、希望の第一便ということで、私自身、前の宇宙開発事業団ですね、入ったのは20年ぐらい前ですけれども、その時からこの宇宙ステーションの計画が始まって、やはりその当時に宇宙ステーション行けたらいいなと感じていたので、その夢が実現したということで、非常に幸運だなと思います。でまたこの第一便で希望を宇宙ステーションに取り付けるという仕事にアサインされたことを非常に光栄に思っています。宇宙に行ってこれをやってみたいなと、今夢が実現したとおっしゃってらっしゃったので、これはぜひやってみたいなというものありますか。やはり一番楽しみにしているのはこの希望の、保管室がですね、宇宙ステーションに、取り付いた後でやはりハッチを開ける瞬間ですね。それが一番、楽しみにしていることです。また今回の飛行ではですね、やはり前回の私のミッションとは違って宇宙ステーションがあるということで、この宇宙ステーションの中いろんなところを見てみたいと思っています。ロシアのモジュールがあったり、アメリカのモジュール、またヨーロッパのモジュールがあるということで、宇宙ステーションの中で仕事すること、またいろんなところを探索したいと思っています。読売新聞の増光と申します。2つ質問があります。1つは今の続きで、やってみたいことで、仕事以外で何かやってみたいことを、特に日本の文化に関係するようなことでありましたら教えてください。それからもう1つは、今回のミッションが日本のこれからの宇宙開発にどのような影響があって、どのような節目になるか、土井さんのお話をお聞かせください。はい、私自身余暇ですね、あんまりないんですけれども、やってみたいことは自分の小さい頃からの、楽しみだった、宇宙から、星を眺めてみたいと、思っていますし、また時間があれば写真を撮ってみたいと思います。星の中にはもちろん地球も膨らみますので、今回のフライトでは、日本の上空を、通過しますので、
ぜひ富士山とかですね、日本の各地できる限り宇宙から見たいと思っています。それから日本の宇宙開発への影響、今回の節目の、はい、今回がやはり希望の第一便ということでですね、非常に多くの人たちが、非常に長い間努力してこの希望、日本の宇宙ステーション計画を、推進してきたということで、このミッション、非常に重要な意味があると思っています。で特に、やはり日本の宇宙開発がこれからですね、宇宙ステーションを越えて先に進んでいくためには、まずこの宇宙ステーション計画を成功させてですね、日本の皆さんに宇宙ステーションの意義、日本の宇宙計画の意義っていうのをよく理解してもらうということが必要だと思っています。そのためにこの第一便のミッションというのは非常に重要であると思います。よろしいですか。朝日新聞の勝田と申します。やはり2つ質問させてください。1つは、土井さん53歳ということで、今日本人宇宙飛行士で最年長ということですけれども、はい、11年前からで体力的には自信がおありでしょうかということが1つと、はいはい、それから今回3つの大きな仕事があるということですが、どこが一番その技術的にというかですね、一番難しいところというのはどういうところか教えてください、はい、2点です。でまず私がこのクルーの中でも最年長になっているんですけれども、やはり宇宙、飛行ですか、シャトルの飛行でいうと私よりも年を取った方が立派に宇宙飛行をしていますので、あまり年齢というのは関係ないのかなと思います。それよりはやはり健康であること、またやはり常にこう訓練をしてですね、自分のその技能レベルというのを高い状態に維持しておくということだと思います。それができる限りあまり年齢というのは宇宙飛行には関係ないと思っています。それからですね、私の仕事の中でですね、3つ先ほどランデブーと、シャトルロボットアーム、それから、希望のその軌道の3つを、述べましたけど、やはり一番ですね、私が、今まで時間を一番費やしてきたのはやはりロボットアームで、この希望のモジュールを、ステーションに取り付ける仕事です。でシャトルのこの荷物室から希望を持ち上げてですね、ノード2という部分に取り付けるまでですけれども、マニュアル操作で、マニュアル操作でする部分とですね、それからコンピューター操作でする部分、でそれからあとは EVA のチームとのコーディネーションですね、またスペースステーションアームが動いているときにでシャトルアームを動かしちゃいけないというそういうルールもあるんですね。でそういうその各チームとの連携をうまく保ってですね、もちろんこれは地上も入りますけども、でそういう中で、この希望のモジュールを取り付けるということになるので、非常に複雑な仕事になります。また時間もですね、ほぼ丸一日かかるような仕事になります。で、そのために、ここが一番大きな一番難しい部分かなと思っていますし、そのために一番多くの時間を希望モジュールのスペースステーションの取り付けのために使ってきました。ありがとうございます。結構です。ありがとうございました。